ここは灼熱の太陽が照りつけるアフリカの砂漠地帯である。お客さんどうです、ありがとうございました。なんだこれ。アフリカゾーンから緊急応援依頼が来た。黄色い風が吹き荒れるたびに男たちが行方不明になるそうだ。奇妙な事件ですね。原因はまだわからない。しかし黄色い風を浴びた一人の男をアフリカゾーンで精密検査をしているそうだ。その結果が出れば何らかの手がかりになるだろう。10分後に出発する。直ちに発進準備にかかれ。了解。砂漠のどこかに謎の宮殿があるっていうんですか。え、つまり消えた男たちは怪しいハレムに誘い込まれたんじゃないかって噂が立ってるそうだ。へえ、現代版アラビアンナイトってわけ。実際アフリカゾーンから2度も調査隊を出したそうだが一人も帰ってこなかったらしい。もし本当ならよっぽどいいところなんだぜ。そこは丸目隊員、私たちは仕事で行くのよ。真面目にやらなくちゃ。んこちらマードック号、どうぞ。アフリカゾーンから精密検査の結果が出たという連絡があったんだな。つまり視神経が発作的に異常な痙攣を起こすんだな。原因は分かったのかビル。ああ、それが今のところ無理なようなんだな。やっぱし一種の毒薬のようなものに侵されたらしいということなんだな。毒薬？黄色い風の正体が毒薬だっていうんですか。みんな十分気をつけんだな。高性能の僕でも責任持てないんだな。分かった、ご苦労さん。現地に到着した科学警備隊の一行はアフリカゾーン担当隊員と綿密な打ち合わせを行い調査を開始したのである。よし、これから建物、道路等に黄色い風が残した物質があるかどうか手分けをして反応調査をする。ではこの探知機について説明する。鉱物、植物、動物、三段切り替えができるようになっている。東米のやつこんなもの作ったけど大丈夫なんだろうなこいつも。何かキャッチしたか。ダメです、反応ありません。俺の方もからっきし。どうしますキャップ。一番最近被害のあった町で反応がないんだ。他の町を調べてもおそらく結果は同じだろう。キャップ、全く手がかりなしですね。よし、全員マドックに戻れ。直径20キロの演習場に位置してますね。
黄色い風は砂漠の方から町を襲っているんでしょう。つまりこの円の中に大元があるってことなのか。偶然の風向きが選んだのか濃いかは分からんが、ここで待ってるわけにはいかん。さて、いよいよハレムに乗り込むっていうわけか。うん。待て、俺が追っかける。むつみ隊員は早くマドック号へ戻るんだ。光光戻るんだ。俺は光を、くそー、あの砂嵐だ。私でも無理だったかもしれない。しかし光のやつ、まるで何かにとっつかれたみたいだったな。多分あの緑色の液体が原因だろう。緑色の液体。キャップ、もしそうなら私が光隊員を。落ち着くんだ。今戸部隊員が分析を急いでる。キャップ、見てください。黄色い砂嵐が去っていくぞ。分析結果が出ました。いや、驚いたな。この緑の液は血液ですよ。なんだって。しかもですよ、この黄色い粉と全く同じ成分が含まれてるんです。ですからおそらく黄色い粉が体内に入り、血液を緑色に変えたんだと思います。そんなバカな。あの黄色い粉が何かわかるか。それがいろいろやってみたんですが、はっきりわからないんです。ただ何かの花粉じゃないかと思うんです。それ以外には考えられないんです。花粉ですって。でも現存する植物の中には該当するものはないと思います。こんな砂漠にあんなたくさんの花粉があるのか。おい、そういえば古代にデスフラワーっていう昆虫なんかを食べる巨大な花があったらしいけど、まさか。死んだ男の染色体は完全に侵されていた。この花粉の毒性は男の中枢神経を麻痺させ、怪しい幻覚の世界をさまよわせる恐ろしい効力です。つまりそのデスフラワーってやつがこの砂漠のどっかにあるっていうのか。
いや、デスフラワーとは断言できないが。でも他にそんな植物は。よし、対策を立て直して光隊員の捜査を急ごう。はい。まだだ。そう、問題は外に出た我々が黄色い花粉をどうやって防ぐかだ。マドックにいたんじゃ小回りの利く活動ができないしね。キャップ、これを見てください。宇宙服じゃないか。ええ、こいつなら防毒スーツの代わりになりますよ。地上で使うのは初めてですかね。よし、全員これを着用する。キャップ、哨戒機から連絡入りました。ポイント8925です。よし、離陸するぞ。キャップ、あそこです。よし、行くぞ。キャップ、生命体反応がレベルいっぱいに感じられます。ん、ゲージから目を離すな。はい。例の黄色い花粉だ。この中に光りたいのだ。待て。キャップ、いいか、十分気をつけるんだぞ。光隊員はウルトラマンになって幻覚から脱出しようとした。しかし神経を侵す花粉の力は強かった。何としても奴を倒さなければ。
必死に自分を取り戻そうと光隊員はビームフラッシャーを力いっぱい握ったのだった。こんなとこに遺跡が。驚いたな。あの人たちは一体。おそらく何かの幻を見てるんだ。幻？一体どんな。キャップ、あそこ。デスフラワー。でもまさか現代によみがえったなんて。そうだわ、光隊員、気をつけろ。よし、飛べ隊員、みんなを外に誘導するんだ。はい。お、モツミ隊員、あそこ。え、光、光隊員、光隊員。おい光、しっかりしろ。光、俺だ、丸目だよ。丸めたい。私よ、むつみ、わかるでしょ。むつみたい。あ、むつみたい。気がついたか。あ、光たい、この傷は。え、え、な、なに、大丈夫だ、大したことない。さあ、出口はこっちです。キャップ、待ってください。おお、光隊員、無事だったか。キャップ、僕がやります。お前は無防備なんだ、無茶をするな。僕は免疫になってます、やらせてください。よし、わかった、頼んだぞ。私はみんなを誘導する。収容しました。よし、ご苦労。あとは光隊員を待つだけだ。危ない！
ウルトラマンを援護する。ウルトラマンが、ウルトラマンは残り少なくなったエネルギーを使い、その体を小さくしてデスバランの攻撃を外した。しかし奇妙だな、毒を跳ねつけるほどタフには見えんがな。ま、精神力の問題ですね。こいつ。Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman Jade Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming. 夢を力にしてみんなの夢を守る。走れ、ユーマ。スキップ、出動だ。了解です。君の思いが私の力となる。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク、毎週土曜朝9時、テレ東系列発、世界同時放送、同時期配信中。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録して、これからも我々を応援してほしい。また会おう。